皆様ようこそお越しくださいました。ゼンキーと申します。今回ご紹介させていただきますのはバンダイさんの食玩ミニプラマシン合体シリーズ05キングエクスプレスザビューンになります。まあだいたいミニプラのこういったキットってデラックス玩具から若干遅れて発売になりますけども、いよいよ今回ザビューンが登場となりました。ラインナップは全6種類、なんとなくこの真ん中の年齢分けましたけれども、1番から4番でザビューン、5番と6番でマシンエクスプレスということになっております。今回のキットは過去のようにセットボックスの販売はないみたいですね。バラでの販売となっております。まあその1番の理由というのがこの5番6番のマシンエクスプレスですね。すでにマシン合体シリーズ02キングエクスプレスの時に同じキットが発売になってますので、そちらを持ってて今回の方でエクスプレスいらないよっていう方のために、この1番から4番とで5番と6番バラでの販売となったようです。ただまあ一概にそうとも言い切れないので、まあ、それについては応用説明させていただくとしまして、まずはパッケージのご紹介をしていきたいと思います。パッケージにつきましては正面が全て共通なものでしたので、こちらの1番のパッケージを元にご紹介してまいります。キングエクスプレスザビューン、やっぱ白ベースのロボットっていうのはヒロイックな感じがしてかっこいいですよね。この頭部のこのブレードアンテナっぽいところがたまらんもんがあります。で側面にラインナップ、1番から4番がマシンザビューン A から D で、5番と6番がマシンエクスプレスの A と B で、背面がこんな感じになっておりますね。これ連結さの長さもなかなかの長さになりそうです。でマシンエクスプレスを合体してザビューンに合体と、でこちらにランドメージ別売りですねの方にも武装として装着できるようギミックがあるようです。でそうなりますとこのマシンエクスプレス今回のバージョンを買わなくてもいいのかと最初思ったんですけれども、こちら正面は同じなんですけど背面が若干違うデザインになっております。で背面のこの左下ですね、ここマシンエクスプレスはパールカラーで再登場、さらにこちらにマシンエクスプレスは過去に発売済みの商品と同じ金型を使用していますということなので、過去に発売になったマシンエクスプレスこちらですね、まあ、これと全く同じ形のものが出来上がるんですが、まあ、これもこれで綺麗でかっこよかったんですけども、この白いところがパールカラーになっていると、このパッケージの写真ではパールカラーっぽさはなかなか伝わりにくいんですけれども、まあ、実際キットの方を開けてみてこんな風に変わりましたよっていうのを後でご紹介したいと思います。でもう一つ、このザビューンの方も同じパールカラーになってたとするんであれば、合体した時にエクスプレスが浮いてしまいそうな気がするんですよね。まあ、それもスタッフさんのブログを見れば分かることではあるんですけども、まあ、せっかく今回キットを買ったのでそこも含めて後でじっくりとご紹介したいと思います。でラインナップはこの計6種類ですね。では一つ開けてみて中身こんな風に入ってますよっていうのをご紹介していきます。まあ、ここは1番のマシンザビューン A 開けてみたいと思います。 A はこちらですね、戦闘車両とこの合体の見栄え重視の頭部が入っているようです。で開け口はこちらペリペリペリっていうタイプです。でこちらですね、パッケージの内側に印刷されている詳しい組み立て方を必ずお読みくださいとありますので、このパッケージはビリビリ破かずに、このペリペリペリのところと、このミシン目ですね、ここに沿って綺麗に開けた方がいいですよね。じゃあ早速開けてまいります。こちらの方も、パールカラーなんですかね、よくわかんないんですけれども、中身の方が、じゃん。まずは、ラムネ。で、これはキットの方ですね。見た感じパールカラーではなさそうですね。パールカラー版のマシンエクスプレスと合体させるとどんな感じになるのかっていうのが気になりますし、このカラーリングであれば過去のラインナップの方がなんか親和性というかしっくりくるような気はするんですけども、またやってみてわからんですよね。でクリアパーツとこちらにシールが付いております。では早速他のも組み立てて完成品の状態ご覧いただきたいと思います。
何パターンかご覧いただきましたが、いかがでしたでしょうか。ではここからキットの方をご紹介してまいります。まずは付属品や交換パーツの方ですね。手前に並んでおります、一番左手、こちらがザビューン合体した時の、可動重視用の頭部ですね。通常合体させる分の頭部につきましては、すでにこちらのザビューの中に組み込まれてはいるんですけれども、それは頭部の可動がないので、この根元のところですね、ボールジョイントにして、で後頭部の方も肉抜きの穴がなくって、見栄え重視、可動重視の頭部になります。これ後で使いますので、このまま一旦脇に置いておきまして、続きましてこちらが、キングエクスプレスの頭部ですね。今回マシンエクスプレスの方に入ってるキットだったので、金型流用ということで全く同じものついてましたけども、今回これは使用しません。で、最後こちらのちっちゃいの。これは、いわゆるウェイポンモードになって、ランドメージ持たすときの、ランドメージ側の左腕、ショベロのバケット部分ですね。あそこの中に差し込んで、ここの上に武器を持たすためのピン穴のものになっております。ちなみにランドメージなんですけども、この状態ですでに、このバケット部分に武器を持たすためのピン穴はあるんですけれども、バケット部分は透明であるという風で、例えばここのパーツを、こんな感じで外しまして、今回のパーツに、差し替えておきますと、ちょうどこのバケット部分が透明なので、外から見たときに、この白いグリップをちゃんと手で握ってるような状態が、この見てわかるような、見た目重症のパーツってとこでしょうか。もちろん、もともと付いてたパーツの方でも武器は持たすことができるんですけれども、これを使うことによって、今回のウェポンモード、スクリュー砲だったりバズーカを持ったときに、ちゃんとここでグリップ握ってるなっていうふうに、この見た目でわかるものですね。こういったものが付いております。続きまして、本体の方ですけども、まずこちらが、マシンザビューンですね。なかなかの大きさがあります。基本的に合体するときにこの前側が両足になって、後ろ側が両腕になるっていうことで言いますと、スモークジョーキーと変わらないので、持った感じの大きさはそれとほぼ変わらない感じですね。この前面のこのクリアパーツとか、薄い青色、キラッとして綺麗です。後ろから見るとこんな感じで。スモークジョーキーと違って、ちゃんとこの下の高さがぴったり一致しますので、普通に置いた状態でもピタッとストーンモードで立たすことができる。結構これ地味に嬉しいんですよね。で、こちらがエクスプレスのストーンモード。過去にもご紹介したものですし、同じ柄型を使用したキットなので、改めて細かく説明するまでもないんですけれども、で、こちらなんですね。パールカラーということで。とは書いてはありましたけれども、基本的にパールカラーということに関して言うと、ザビューもそうですね。なので、今回のキットと組み合わせると非常にしっくりきます。で、これ、ついでなんで、マシン状態にしちゃいますけれども、こことここつなげて、こんな感じですね。で、過去のマシン合体スローズ02の時についていたマシンエクスプレスがこちら。ちょっと照明当てて撮影してるので、このカメラ越しでどこまで違いが伝わるのかって微妙なんですが、肉眼で見ますと、この旧キットの方ですね。言い方悪いですけれども、かなりくすんだ白色に見えます。こちら見てしまうと。これだけ単体で見ると綺麗なホワイトだったんですけども、お分かりいただきにくいですよね、カメラですと。こちらを使った状態のキングエクスプレスザビューも先ほど回転台でご覧いただいたんですけども、おそらく照明当ててたせいもあって違いがほとんどわからなかったと思うんですけども、肉眼で見ますと結構違います。これを使っても当然ザビューン合体はできるんですけれども、パッと見た目の印象を重視するんであれば、やはり今回のキットのこの5番6番のマシンエクスプレスあった方がいいですね。これとこれでは結構見た目の違いがあります。では一旦これはこのまま変形させてしまったので、このまま置いておきまして。ではこちらの方ですね。ザビューンの方で変形というか、マシン状態のようにしていきたいと思います。と言いましても簡単ですよね。後ろの方から、こちら部分、この上でピンで止まってますので、この部分、後尾車両部分を外して、こちら先頭車両部分を外します。で、ここの部分を、下のピンを外して、まっすぐ伸ばして、こんな感じですね。で、ここの中から、このトサカというか、ヒレの部分を出して、こちら側に接続。反対側は、こちら側に接続。これで、長い列車になりました。おっさんの手と比べてみても、かなり長いっていうのはお分かりいただけると思います。で、こちらなんですけれども、車輪、一応、コロ走行できることはできるんですが、実は、車輪、動く車輪がついているのは、このちょうど中間車両部分ですね。ここと、ここと、ここと、ここ。4箇所ついているのみです。一応、こうやってると、車輪がコロコロ回ってる音は聞こえると思うんですけども、先頭車両と後尾車に車輪はついておりません。そんなにこれでシャー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 やることないと思いますし、一応この車輪がついてて、手転がしたときに、この音がするだけでもなんか違いがありますよね。で、あと一点残念なところがありまして、それがこの先頭車両のこのヒレの部分ですね。表と裏、シールは貼ってあるんですけども、
実はこのクリアパーツなんですが、こちら側から見たとき、ここ手前までパーツがあるんですけども、裏、お分かりいただけますかね、これ肉抜きの穴でくぼんでるんですね。実は上もくぼんでおります。ただシールを貼って分からなくなってるんですけども、当然シールも、こちら手前までパーツがあるので、グイッと貼れるんですけども、こちら肉抜きの穴を蓋するような感じでシール貼ってるので、貼った時にグッとやってしまうところ真ん中くぼんでしまいます。まあ、今後買われた時に皆さん作る時にご注意いただければなと。まあ、見ればわかることですけどね。で、ついでなんでこの状態でウェポンモードの方も紹介してまいります。これがちょうど今撮った戦闘車両。これが銃モードの時の銃の部分ですね。グリップ部分はここにありまして、この部分を起こして先ほどのランドミージと手に持たすことができるようになっております。で、同じく、後備車両部分でこっちがスクリュー砲ですね。これも同じく、こちらの部分にグリップがありまして、この部分を出して、この部分で、まあ、パッキンの写真とかですと、ショベローが持ってましたね。先ほどのグリップのところでこうやって持たす感じですね。で、中間車両部分、これだけで、バズーカーモードと、こっちの方を手で持ってましたけれども、両方とも同じジョイントがあります。ここの部分ですけれども、起こしますと、こんな風に、グリップが出てきます。で、ここの部分で持たせて、こう肩に担ぐって感じですね。そして最後、いわゆる槍モードですね。で、これ一回外に出してまた内側に畳んでおきますけれども、こんな風に。この状態のものに戦闘車両を差し込んで、ちょっと上見切れてますけど、こんな感じで持たすことになるんですけども、その時はこちらののグリップですね。これも先ほどと同じ構造なんですけども、ここまで出すんじゃなくって、さらにここから、こんな感じで、こう90度曲がった形でジョイントを出して、ここをランドメージとかに持たすことになります。ちょっと上見切れてて申し訳ないですけども、ただこれもほんとでかかったですよね。先ほど回転台でご覧いただいたと思うんですけども、ランドベンズ身長を優に超えておりました。こんなもん分回したらめちゃめちゃ凶悪な気がします。で、またこれをそっち側に畳んで戻しておいて、後備車両をつないで、こちらで、こんな感じで一応、入りきってる感じですね。ではここからキングエクスプレスザビウメの変形合体の方やっていきたいと思います。まずはエクスプレスの方ですね。これは過去のキングエクスプレスと合体の仕組みは全く同じなのでさっさとやってしまいます。真ん中の部分で前後に分割して、ここの部分を左右に展開。ちょうどここが両肩になるところですね。こんな感じで左右展開。で、先頭部分を左右に分割して、左右に開いておきます。中に小さい頭部入ってますけど、このまま合体できます。で、ここのピン穴のところに、ここのピンを差し込んで、これでエクスプレス側の合体準備状態の完了になりますので、このまま置いておきます。で、ザビューンですね。先頭車両を外して、で、後備車両を外して。で、後備車両にここに簡易的な頭部パーツが付いてますので、一旦これ外しておきます。で、これで、まあ、この腕にもアクションモードという稼働を良くするギミックありますけども、合体した後にご紹介します。で、中間車両部分を、また元のストーンモードをするような感じで両足にして、下ろしておいて、こんな感じ。まあ、足になれますので少し開いた方がいいですよね。ここにもいろいろアクションモードのギミックが盛りだくさんになっております。これで各パーツ、合体準備が整いましたので、ここから合体させていきます。脚部に胴体を接続。で、あとは腕ですね。左腕。で、こちらに右腕。で、この簡易的な頭部パーツですけど、これを、ここの部分ですね。頭部ちょっと前目のところに上からカポッと乗せる感じでマウントすれば。で、あとは、ちょっと上見切れてますけども。少しポージングを整えて、で、ちょっとカメラの角度も変えさせていただくと、これでキングエクスプレスザビウメの変形合体が完了しました。やっぱ白ベースでクリアパーツも青みがかって綺麗なせいもあるんですけども、いやなんか主人公っぽい感じがしてかっこいいですよね。では、上の方から順に稼働も含めてご紹介してまいりますが、まずは頭部ですね。まあ、簡易的な頭部が、まあ、元々あった頭部の前にカポッと乗っただけなので、稼働は一切しません。で、裏から見ても、元あった頭もそうですし、被せたお面所のところも中、肉抜きなのが結構目立ちますので、もうこの段階で差し替えておきたいと思います。この部分を外して、で、この頭パーツも取って、この見た目可動重心の頭部ですね。これをこのピンのところで、ボールジョイントで接続しておきます。こうすることによって、後ろから見ても、ちゃんとこの後頭部があって、くぼんでないので見た目いいですよね。で、ボールジョイントなのでぐりぐり当然頭部も動きます。そして可動ですけども腕回り。まあ、肩の可動については元々のキングエクスプレスと同じなので、単純にこれが前後に回るだけじゃなくって、胸をこう反らすように、スイングさせる可動もあります。で、ここの前のブレードの部分、前側に展開できますので、
腕を前に伸ばしても干渉を避けることができるようになっております。でこの腕に組み込まれているアクションモードですけども、両腕ともそうです。もともと肘の関節今あってこう少し曲がりはしますし、少し回りはするんですけども、これ引っ張りますとこんな感じでちょっと腕が伸びます。でここの部分に肘の関節、実際にロールもありますので肘が90度近く曲がりますし、さらにここの部分を使って腕をロールさせることもできます。反対側の腕も同様ですね。伸ばしておけばこんな感じで、まあ、ちょっと全体的に腕長くなっちゃいますけれども、曲げたポーズでこうやってやっておく分には長くなったのはそんな苦にならないんじゃないでしょうか。で手首部分も内側に展開させて、ここにピンが流れますので、第4弾で発売になったキラメイウェポン、ああいったものを持たすこともできるようになっております。続きまして腰回り。腰はピンで接続されたので、ここで当然ぐるぐる回りますし、この真ん中の部分、フロントスカート部分は干渉を避けるために稼働させることもできます。で脚部ですね、足の付け根の関節上まで押し込んだ状態なんですけども、この状態で下に引っ張りますとこんな感じで少し股関節を下げることができます。下げることによってここの部分隙間ができましたので、足については前とか後ろ横にも大きく動かすことができます。でさらにこの側面の部分ですね、ここのパネルの部分、サイドスカートに稼働させることができまして、今真ん中ぐらいでピンで刺さっているんですけども、そこを外しておきますと、上がここ外側がボールジョイント、内側が上下の稼働軸になってまして、少しこう上目に上げてあげるとこんな感じでぐりぐり動かすこともできて、足の干渉を避けたり、あるいはこう少し後ろ目にするとスピード感が出るようなポージングもできるんじゃないでしょうか。で膝の関節につきましては1個ですけれども、ぐいっと90度以上大きく曲げることができます。そして最後足首。足首も今この普通の状態でも少しこう向き変えれたり、左右の角度も変わるんですけれども、これも引っ張りますとここまで足首が伸びます。まあさすがにこの状態で飾っとく分にはちょっとスカスカなんで違和感ありますけども、ここまで引っ張ることによって足首を内側に大きく傾けることができますので、足を大きく開いてもぴったり設置して立たすことができます。でこの足首なんですけども、単純にこの内外曲がるだけじゃなくって、つま先の向きを変えることもできます。ただ一個残念だったのが、この前後の角度の稼働がないので、こう走ってるポーズとかそこはちょっと苦手かもしれないです。で、足首につきまして、ここまで出してしまうとさすがにちょっと違和感あるので、個人的にこの真ん中の左右に稼働しているこの円形の部分ですね。これがちょうどパーソコの半分ぐらい隠れるあたり、このぐらいで内側に向けとくのが、まあ一番個人的にバランスがいいかなと勝手に思っております。反対側も同じように、ちょっとだけ引っ張り出しまして、内側に傾けて、で、このスカート部分を外して、少しこう、足から離した状態。で、ちょっとポーズも整えて、ちょっと歪んじゃいましたので、ちょっとかっこよく整えておきますと、こんな感じで、だいぶ威風堂々した感じじゃないでしょうか。微調整したのは、ちょっと肩を怒り型にして、ちょっと後ろ目に、胸を反らす感じにして、で、肘を曲げて、で、スカート部分を少し外側に展開。で、つま先については、ちょっと外側向けずつ太もも全体でハの字立ち。で、角度を変えてぴったり設置という感じにしました。で、こうすると、この、胸のこの V 字と、スカートのところがちょっとこう、クロスみたいになって、なんかすごいスーパーロボット感ないですかね。この斜めから見ても、絵になりますよね。横から見たこの立ち姿もちょっと S 字っぽくなっててかっこいいんじゃないでしょうか。後ろから見ても、この頭部ですね。肉抜きの穴もありません。見栄えがいいです。最初普通に組んだ時にやっぱり手が短かったり、足があんまりあちこち向けなかったり、スカートがペタッと張り付いてるので、どちらかというとずんぐりした感じがあったんですけども、アクションモードとして稼働の部分とか微調整すると、キングエクスプレス本編のようにものすごくかっこよくなりますよね。これこのまま飾っておいても非常にスーパーロボット感があっていいんじゃないでしょうか。素晴らしくかっこよくなったと思います。キングエクスプレスザビューンはこんな感じでした。というわけで今回はミニプラキングエクスプレスザビューンご紹介させていただきました。やっぱミニプラっていいですよね。お手軽に作れますし、それでいて変形合体も非常にしやすい。キラメイウェポンモードもできましたし、何よりミニプラ独自の稼働の良さ、こういったところもあって遊び応え十分なんじゃないでしょうか。あとやはり、まあ、この辺は個人の好みというか、どこまで妥協できるかっていうところになってしまうんですけれども、今回のパールカラー用のマシンエクスプレスについては、買っておいた方がいいなって思いましたね。ちなみにマシン合体シリーズ02の時のエクスプレスがこちらですね。もう何回ご覧、今この状態でちょっとお分かりいただけますかね、色の違いっていうのが。結構この肉眼での差が大きいので、実際このザビューに合体させた時の
見た目の良さを、そういったのを重視されるのであれば、今ちょっと奥の方で見切れてますけれども、5番、6番のパッケージもぜひ買っておいた方がいいかなというふうに思いました。ただ冒頭に今回セット箱がないというお話をしたんですけれども、というわけで今回私14個入りのいわゆる1箱で購入したんですね。で、その時の入り数というのが、1番、2番、3番、4番、ザビューンの方がそれぞれ3個ずつ。で、マシンエクスプレスの5番、6番については1個ずつしか入ってませんでした。他のロットとか他のボックスが同じ入り数であるとすると、パールカラーのエクスプレスってのは非常に数が少ないと思います。マシン合体シリーズ02の時のエクスプレスがあるからまあいいやっていう方はいいんですけれども、せっかくだったら統一の色味で揃いたいなっていう方は、早めにお買い求めいただいた方がいいと思います。キラメイジャーがお好きな方、変形合体ロボットがお好きな方、店頭やネットでお見かけの際に、ぜひご購入されてみてはいかがでしょうか。というわけで今回の動画はここまでとなります。よろしければチャンネル登録、合わせまして私の他の動画の方もぜひご覧ください。最後までご視聴ありがとうございました。